ポケダン新作ください。最近また今日やった結果新作が欲しくてたまらない。パートナーの不思議だねのドヤポーズがめちゃ可愛い。一周目パートナーを不思議だねにしたわいもそう思います。斜め上見上げて無風って感じのポーズクッソ好き。お化け怖くて下ばっか向きながらくっついてくる序盤の一幕も大好き。一周目で取り損ねたので二周目やるときは動画撮ったくらいには好き。救助隊 DX からしてスイッチで出せる準備は整ってるし、試練録も出せてスパチューンも動ける状況だからあとは待つのみ、と思ってる。今出てもポケモンリストラされまくっててがっかりってパターンありそうだからあんまり期待できない。それはマグナゲートのことを。本家すらそうである以上ポケモンの数はもうしょうがないだろ。俺は何でもいいからポケダンがやりたいよ。ただ主人公候補だけは御三家最新まで揃えてほしい。SM 以降追加企画 V でもいいから出してほしい。不思議だねの喜ぶ時の飛び跳ねモーションとか、落ち込んでる時の顔グラとかやたら可愛い。超パートナーの絶妙なうざ可愛さと不思議だねの見た目や顔グラも相まって小動物的な可愛さがすごい。DX くらいの数なら良いんだけどね。マグナゲートレベルだとさすがに。リストラは本編ですらせざるを得ないのである程度は仕方ないとして、とにかくアローラ以降のポケモンの活躍が見たい。DX はリメイクだから何も言われなかったけど、マグナゲートの例があるから絞って出すのは気乗りしなそうではある。誰を出すにしても出さなかったファンがネチネチ言うのは本編見てればわかるし、叩かれに行くくらいなら出さないで思い出になる方がマシって判断かも。リストラはわかるけど、シャッターガラガラは何の意味があったんだろう。序盤からボーマンダやら海流やらバンギラスやら仲間にできるゲームだし、バランス調整だと思う。加入時期で調整しろって話ではあるが、いろいろ使えよってやつなんだろう。使いたい時に使えずに地味にストレス溜まるが、システム面がどんどん悪くなるのがな。 DX は良かったじゃん。ポケダンの顔グラ可愛くて良いんだよな。普段使わない使えないミシンカとかも使えるし、愛着枠からキャラゲーとしてとても良い。今のシステムで空をリメイクされても、にしかならなさそう。御三家だけは全部揃っててくれれば最低限それでいいかな。基本人影不思議だねの組み合わせでやってるからまたしたい。マグナゲートの時から不思議なんだが、みんなそんなにポケダンにポケモン数求めてるんか。本編では考えられないポケモンが輝くのは良いところではあるが、ポケダンってストーリーとかポケモンの配役とかダンジョン攻略を楽しんでたから全種類欲しいとか思ったことないんだが、どうしても全ポケモンがプレイアブルだった時、闇空と比較する人が出てきてしまうっていうのが見えてるのがただただ悲しい。正直ストーリーとシステム良ければ全ポケモン揃ってなくてもいいんだけどな。むしろ新しい推しポケが増える機会だ。なんかここまで言われ続けるなら最初から全ポケ登場のゲームにしなきゃよかったなと思っちゃうわ。他の外伝ゲーはみんなそうなんだし、ポケモン1式のデータが本編より少なく済みそうだし、全式ぐらい頑張れば入れれないかなと思ってる。その労力が利益と見合わないもん。ドットにしろ 3D にしろ全部出そうとしたら制作陣が過労死するのよ。マグナゲートに関しては総数153だからな。リメイク前救助隊未満の数はさすがにね。主人公パートナー候補だけでももっと欲しかった。ストーリーは良かったんだけども。そもそも空って奇跡的にマイチェンが出た完全版だから完成度が高かったんであって、何もなかったら地闇基準なんだ。ポケダンに空を求める人は多分何やってももう満足はできないと思う。なんなら時闇の時点で日本ゲーム大賞の優秀賞を取るくらいの完成度はあったから、時闇を基準にしてもなお高い壁なんじゃなかろうか。出すにしても通常攻撃は復活してほしい。冗談はシャッター以外はそんな嫌いじゃなかったな。今日はシャッターはうざかったが、枝ゲー前提の高難易度も楽しかったな。枝の使い方がよくわからなくて出し惜しんでた頃は死にまくってた。正直システム的には空より蝶の方が好きだな。本家不思議のダンジョンと差別化に必要なんだろうけど、通常攻撃は返して。DX のシステム結構良かったからあれ引き継いでくれるなら全然構わない。まあ本気で全ポケ登場を求めてるのは少数な気もする。全ポケ出すことで自分の好きなポケモンに確実に来てほしい、が本編含めて本音だろうし。推しポケがいるに越したことはないけど、このポケモン活躍するの？みたいなの大好物なので、なんなら出なくても大丈夫まである。俺も、冗談のこの花さんとかマグナゲートのエモンガのこっちとか、意外なポケモンが好きになる。ポケダンに本家の推しポケはそんなに求めてないな。そういえば Wii で配信されてた冒険団って触れたことある人どれぐらいいるんだろう。なんかポケモンの上にポケモン乗ってる画像あったけどやったことないわ。3バージョンあったよね。光なら触ったぞ。ストーリーほぼ何も覚えてないレベルでペラッペラだった。なんか山におやつを探しに行ったような記憶だけがぼんやりとある。縦に重なるやつは連結とか連携みたいなポジションだな。雑に重ねても見た目的な違和感でないのは牧場モデルならでは。蝶が好きになれないのは同一ポケモンを複数体仲間にできないから。それ以前にあの過去キャラを仲間にしたいんじゃなくて自分のチームを作りたいんや。マグナゲートもムンナとかサザンドラとか好きになったし、ストーリーだけなら過去作とは別のポケモンがメインに来るだけだからポケモン数はさほど重要ではない気がする。それはそれとして、ポケモン数が減ると単純にダンジョン内のマンネリ気味になる上、主人公とパートナーの自由度が低いから最低でも DX くらいの数は欲しいが。主人公の数だけ前後三家、最悪 SM 以降最新までの5三家使わせてくれたらいいかな。マグナゲートも俺はポケモン数は気にならなかったけど、主人公候補少ないのは気になったし、周回モチベが落ちたので、ストーリー好きだから好きだけどね。探検隊リメイクもありがたいけど、ポケダンのキャラ付け本当センス良いから新作で新たな初めキャラ見たいんだよな。オーガポンやモモワロウ、バドレックスみたいに本家ですでにキャラ付けされた個体のいるポケモンがポケダンでどんな感じになるかワクワクする。ジュクトル本当好き。中間進化であんなに好きになるとは思わなかった。主人公とパートナーだけ御三家から好きなの選べればそれで満足だから全体のポケモン数はそんなに重要じゃないわ。もっと不思議のダンジョンに挑む謎向け選択肢が拡充されていく。時闇の不満点は過去伝説の雑な扱いだったから、空になって最低限イベント戦闘するだけのもあるとはいえ用意してくれたのはさすがだなと思った。不思議のダンジョン系はハマると沼。
レッグーザとデオキシスの共闘が熱かったから格闘 UB が協力するイベントあったら嬉しい。本編も相当溜まったし、セリフの一部を全く関係ないところで使ってほしかったりする。SM 以降の伝説とかウルトラビーストとかのポケダン的キャラ付けが見たい。シリアスでもコミカルでも美味しい。今からでも僕こぎがてな実装してほしい冗談で狂わされたんだよ。これ好き。新作出るなら、カジッチ族好きだから出してほしい。進化先で家族関係あって微笑ましい会話してほしい。最初の方の依頼の迷子の子供探しでカジッチ見つけるのやりたい。ちゃんと連れて帰ってあっというままにもう心配したんだからねって怒られてるのを微笑ましく見る団員になりたい。お礼はもちろんリンゴで。昔あったポケモン専用道具復活してほしい。実用性は微妙でもあったけど集めるの楽しかった。賢さの仕様変更、チームが3匹上限になったけど面白いよ。ポケモンは基本放演までだけど追加進化のヨノワールとかはいる。冗談、ストーリーだと定期的にめっちゃメンバー多い時やるのなんか笑った。せっかごは7匹6匹での行動が結構多い。仲間が多すぎてパーティのが後ろに行くせいで連携できないのが割と頻繁に起きるんだよな。まあストーリー中は 3N といい電流ジラーチセレビーといい強いのがゾロゾロついてくるからあんま支障はないけど。全ポケモン出すのが難しいなら本家最新作に内定してるポケモンが出る、じゃダメかな。冗談移行書室で SV 内定してないポケモンがちょっとかわいそうかもしれないけど、あと個人的に主人公ポケとして特に思い入れ深いエネコやポケダンで特に好きになったペラップなんかも出られなくなっちゃうけど、今の本家って銀色の風と怪しい風ないのよね。シグナルビームもないし虫タイプポケダンでもちょっときつくなるかもなこれ。まあ本家に合わせるとは限らないけど、匿名掲示板で言うよりゲーム会社にメールフォームや手紙で要望出した方が効果ある。DX は友達エリアがなくなったのがすごいショックだったな。サンディでやるのは難しいのはわかってるけどならあれだけドットのままでいいから残してほしかった。ただのボックスになっちまった。空の探検隊は最近チート不使用で卵から闇のディアルが返せるようになったから、その手の悪用に抵抗ない人はおすすめ。闇のディアルが、普通のディアルガの劣化なんだっけ。少し悲しい。技がカスでステータスも低いね。まあステータスはドーピングでどうとでもなるし、無理やり仲間にするような人なら技移植バグも平気だろうから、使おうと思えば意外となんとかなるのかも。DX はドット、サンディに抵抗がある人じゃなきゃすごく良いリメイクだったな、個人的には。赤青で好きだった逃避行後の場面とか、演出面ではめちゃめちゃパワーアップしてたし。カプコンがカプコンファン挑戦となるものをやって続編や派生作品出してほしいシリーズとかのアンケート取っていたけど、ああいうのゲーフリもやってほしい。久々にやりたいな。ペラップ好きになったのはポケダンのおかげやし。本編にはない動画にだけ上がってるサイドストーリー的なものも欲しい。ガルーラおばさんのぶっちゃけとかエフィブラのこととかの話みたいなやつ。